東区は福岡市を構成する7区の行政区の一つである。市内都心部に対してベッドタウンとしての色合いが濃く、福岡市の行政区の中で最も人口が多い。アイランドシティや貸し移送車場アート地再開発などのプロジェクトも多く、変化が著しい。2017年現在、政令指定都市の行政区の中では、横浜市港北区に次いで、 全国で2番目に人口が多い区である。区域は地図上における方角としては、福岡市の北東部及び北部といえる場所だが、福岡市民は一般的に福岡市の東側とみなしている。博多湾沿いを区域とし、北東端部の輪白地区から海の中道と呼ばれるさすが西へ約9キロメートルにわたって伸びている。その先には陸系統の志賀島がある。 そのため区域は、ちょうど、博多湾を三方から囲むような形になっている。区の南側で、博多区及び締め町、か谷町に、東側で久山町に、北側で新宮町に接する。区の南部を、多た川と海側が流れる。区の東側、新宮町、久山町との境界部には200から300メートル級の山がある。なじま海岸に着水する。 リンドバーグ夫妻のロッキードシリウス、チンミサトクゴーフルクくは、古事記や日本書記などに、区内各地の逸話、伝承が登場し、また、万葉集にもたびたび読み込まれている。鎌倉時代末期には、文後の大友氏の一族が、立花山次郎を築き、この地に影響力を持ち始めた。南北朝時代の1336年には、 九州へ落ち延びた、足利高氏らと菊池氏の間でたたら浜の戦いが行われた。安土桃山時代の1587年に、小早川高景が区内の那島城を本拠としたが、関ヶ原の戦い後に、小早川秀明が備前岡山へ、数を移法され黒田長政が福岡へ入放した際に、立花山城並びに、那島城は廃城となり、石垣や矢倉などは、 福岡城に流用された。区域は、元畜種文化高須町の一部、同仙台町の一部、か谷郡箱崎町、加し町、たた町、和じろ町、滋賀町にあたる。これらが福岡市に編入された後、1972年4月1日、福岡市が政令指定都市となると同時に発足し、現在に至る。かつては、1929年から、 運用開始された、なじま飛行場と1936年から運用開始されたカリノス飛行場の二つの飛行場があった。このうちなじま飛行場は水蒸気専用であり、1931年には、リンドバーグが、ロッキードシリウス、チンミサトーク号にて立ち寄っている。なお、チンミサトーク号のレプリカが、東平尾公園博多の森球技場に展示されている。大学、 短期大学高等学校中学校、小学校特別支援学校周廃局、3局、無周廃局、26局簡易教区、1局出張所、11カ所、鉄道の駅の数は、福岡市内では24駅と一番多い。高速道路、有料道路一般国道県道。ありがとうございます。